やあ、せつなけいすきだよ。マニアの声をかき消すという荒技やきます。マリオカート8、触ってはいけないマリオカート8での時間がやってきました。今回は皆様に悲しいお知らせをしたいと思います。しなければいけません。したいわけではない、しなければいけません。触ってはいけないマリオカート8パート3ですが、今回で最終回にすることを決意しました。なぜかって、なかなか続けていてもマンネリ化するだけだよと思ったからです。すごい自己中な理由でしょ。でもさ、ちょっと限界が来てるんだ。パート3にして限界が来てるんだ。多分4つのコース連続でぶつからずにクリアできるなんていうことはできないだろうなって思ってるんだ。さあ、最後の記念で、最後の最終回の記念ってことで、自分の身使っていきます。バイク使おう。バイク使うってことは前回と変わりなく、このマスターバイク、ダウンロードコンテンツで買ったんで、これを使ってリンクの装備、完全にリンクの装備、設計リンクでいきます。そしてこういう中途半端に半分だけダウンロードコンテンツを買うという状態ですよ。こっちの日ここの感じ、こっち買ってないからね。この新しく出た方をやっていくという、これでいこう。特にぶつからずにクリアできやすいとかそういう話で決めたわけじゃない。最終回だから豪華にダウンロードコンテンツのステージをコースを選びたかったという、そういう話です。ヨッシーサーキットが来ました。ここ俺はマリオカードでゲームキューブ版のやつやったことあるんで、このステージは結構馴染みがある。その方がちょっと忘れ気味。バイクやけんちょっとインに寄りやすい傾向があって、声も取ったらあかんのだった。この芝居の内容ちょっと忘れ気味だったんで。こういう感じでうまく切り返して、危ないってなるんだ。このコースブラインドカーのブラインドコーナーが多いんだよ。ブラインドコーナーが要するに向こう側が見えんようになってるコーナーのことね。出口が見えんようになってるって感じが多いんで、ちょっとぶつかりやすいようなアイテムに不意に置かれとったら危ないパターン。ほらこれやって、こんなところにコイン一個一個置かんでもいいやんって感じだもん。あ、けど危ない。あ、でもアイテムボックスの横は綺麗に開いてくれとんじゃん。だとしたらここはいけるぞ。このコースはいけるぞ。このコースは結構安定した。後ろからすごいの来てる。あー、危ない。あいつ何様やねん。殺す気か。あいやつし。やっぱバイクって操作慣れてないよな、今何。ここ切り返して、今なんか通ったな。鍵か、鳥の鍵だったんか今。床の方になんか黒いんが通っていったよ。忍ぶシャドウ。あー、今危ない危ない、本当に危ない、本当に危ない、本当に明るい吉村。こういってこの幼女を避けて、もう幼女じゃない、幼団を避けて、幼団って言い方する人おらんけど、幼団っていう言葉を勝手に作って、あっ。危ない、ほんと危ないやないが。うう、あああのキノコやって当たったらあかんのだったよな。そういう決めとったよな。ほら、横避けて、よっしゃー。でもなんとか安定して3周目入ったわ。いけるわ。このままだったら油断せずに行こう。さあ、油断せずに行こう。手塚国光ですよ。手塚部長。で、こう言っての。いい。いけるよ。このままだったらぶつからずにいけるよ。できればもうちょい順位上げたいけど。あー、やべ。やりすぎだ。やりすぎ。あ、やべ。あーやっちまうよな。やっちまうよな。後輩になったら。こういうポカをな。さて、視聴者さん的にはもうパート1とパート2と俺の反応が一緒だから飽きてきたっていう人もおりそうな気がするんよな。だから今回のパートで最終回にしようっていう話なんだ。わかるかい。ぶっちゃけるよ、最終回だからぶっちゃけるよ。けどさ、
少なくともこのステ、このコースだけはヨッシーサーキットだけをクリアしたいな。その先にどんな未来が待ち受けようともヨッシーサーキットだけはクリアしたい。そこで思ったんやけどさ、みんな何のためにレースしてるんだろうな。賞金のためかな。でも僕は違うんだ。縛りを達成するためさ、縛りプレイを成功するためだよ。でも成功したことってそんなにないよな4コース連続だけは無理だよなっていう、そういう自己嫌悪に落ちております。6位、これぐらいの順位取れと、あサンキューサンキュー。ゴリラじゃないな、亀ありがとう。亀ありがとう。お前のでかい体が構成したわ。ダイエットしろよ。こう行ってからのこの外側通って、外側通ったら危ないわ。外側通ったらコインのある台、このジャンプ台に行ってしまうんだよ。もう制御不能のジョーカーだよ。こうやってこう行ってからのメタルマンついていく。お前についていく。ジェットストリームアタックや、ジェットストリームアタック。こう横通って、ここドリフトで決めて、この間を抜けていっていいな。それそうそう、こうよこうよ、こうでなくっちゃ。マリオカードはこうでなくっちゃ。あいつ見過ごしたようにコインが出てきたぞこういうイレギュラーがあるからこのゲームは難しい。仕切り直し。あ、バックステップパワーを使う。バックステップの神様、君に任せた。しかし老いぼれに何ができるのか。そして安定の喋る時間がない。喋ることがないこの時間。あ、ヨッシーの色変わっとんで、今さっきやった時は黄色だったのに、青っつうか紺か、紺やな。紺、濃い青いんやとったんやな今。あれバックセブンカメさん、なんかでかない。俺のキャラよりでかない俺の身よりでかいぞバックセブンカメ様。おマリオやルイージョよりもでかかった。下手すりゃクッポ並みじゃないのか。バックセブンカメ様ってこんなにでかいキャラだった知らんかった、自分でも知らんかったわバックセブルカメさん、この公式設定とかあんま考えてないからな。身長って何歩にしようかなとか、身長なんか考えてもいいけど、公式設定とりあえず子供が喜ぶ考えとけば子供が喜ぶかもしれない。そういうところ、別にバックセブルカメさんってそういう子供に受けるようなキャラクターじゃないけどな。危ないや、お前らぶつかってきすぎやろ。おいプープーじゃないわ、お前がぶつかってきたやろどけて言いたいんかお前。おいボレに、シルバーシードの人間にそんなこと言うなよお前。神とはいえ及ぼれやぞ。あっ、アウト。今のはアウトです。触ってはいけないマリオカート条約第3条、相手の周りに溜まっているアイテムにぶつかってもアウト。あれ、これまさかさ、一つもコースクリアできずに終わるパターンじゃないだろうな。そんなことはないよな。いくらなんでもこんなことはないよな。あ、水色になっとる色薄になっとるやんちょっと体洗いすぎて色薄になっとるやんゴシゴシ洗ったんだろうな、たわしとか使って、かわいそうに色薄になったか。でも俺はそっちの薄い方の方が可愛らしいとは思うよ。かっこいいと言えば前の濃い方だと思うけど。いつもよりか1位になっております。1、3、4位とめちゃくちゃ抜かれて、けどさっきは6位だったけどな、この辺まで来た時に。そう考えたら4位って良かった方かもしれない。危ない、ようドリフトで抜けていったな俺。注意力3万なんじゃあそこでドリフトしたらちょっと危ないな。そうやな、覚えとったら次の週からは、あ、今取ったな、今取ったな
今取ったぞ、何もお前コイン、お待ちしてまいりましたみたいな感じでできとんや。ないと思った剣通ったのに。もうやばい、もう運命すら敵になってきよる。運命すらな。それにしたってこれさ、よう見たらバックステップの神様にクロンパイク乗せたらさ、なんかかっこいいな。なんかかっこいいぞバックステップの神様。いいっすね、なんかいいっすね。この時間は何を喋ればいいのでしょう。あかんやってる、あかんなってるぞヨッシー。けど俺は赤好きやけど、そういう赤はちょっと違うかな、俺の好きな赤とは。もうちょいちょっと黒に近い赤がいいな。なんつうか薄い赤が薄いね。ピンクに近い赤やけんな。ちょっと俺好みの赤じゃないんですな。あー計算され尽くしてるな。一番前走ろうとはず計算づくでここに置いたんが、やはり俺のパターンを、俺の癖を呼んできとる気がする。このゲーム任天堂さん、これ CPU が俺の癖を呼んでくるような、そういうゲーム仕上げとったか。これいいな、なんかさ、本当に中年のバイク免許取り立ての中年みたいな感じで、工事現場に向かうおっさんみたいな感じになってる。これこれにしよう。これかっこよすぎるけん、ここかっこよすぎるけん違うやつにしよう。これはな、ちょっと古い感じ、なんかタイヤだけ古い感じにしておいて、でおっさんなのに意外と可愛い感じでしょ。よっしゃ、もう何でもありです。最終回やけん何でもありです。何でもありです、やりたいことをやります。最終回ですから。あ、黄色になった。もうどんどん虹色のヨッシーが出てくる感じになってきたよな。次何が来るんだろう、予想する、走りながら予想する。ああいきなりやばいことになっとった。よし、こうやってこのタイヤの細さでさ、どうやって地面との摩擦に耐えれんで横に滑ったな。今この細いタイヤを選んだわけでダメなんだ。どう考えても自転車のタイヤもこんな。やばい、ふざけすぎ、だんだんふざけすぎよる気がする。そうか、タイヤのせいや。このタイヤ、この完全に綺麗に地面を捉えるような、こういうタイヤが良かった。そうやな、これやな、このタイヤを選ばんかったな。あ、そうだ、予想する、紫、黄色かよ。連続で黄色かよ。何か違うやつ来るかと思ったじゃないか。でも紫のヨッシーって見たことないな。紫のヨッシーってないか、あったっけ。まあいいや。まさかの連チャンで来るパターンがよ。予想させておいて。ああ危な、今バナナに突っ込みよったけどさ。こいつが前の姫が、ああ、もう注意力3万、もう俺今日の俺注意力3万です。よし、ドリフトやめよう。ドリフトしとったらラチがあがん。さて今回の色はなんだ、ヨッシーの今回の色はなんだ。ピンク、ピンクはまだ出てない。ピンクのヨッシーはおるぞ、ピンクや、ピンク。あー当たった、当たった、やったー、当たった、まさかの当たったパターン、嬉しい。今回はいけそうな気がする。そうか、ピンクか、行くぞ、今回は行くぞ、ピンクヨッシーの名にかけて。こう言ってからの、あ、何俺
ドリフトしないようにしましょうみたいなことを言うたのにドリフトバンバンしてるわやってまうよな、危険なところやってまうよな、マリオカートってドリフトが命なんだけど、もう注力3万、注力3万になってきた、もうダメだもうダメだ、テージは上がりっぱなし、ハイになりすぎ、ここでさピンチヒッター出すのか、コスト道路盗んだバイクで走り出す、盗んだバイク、リンクのバイクを盗んだって設定にしておこうリンクのバイクを盗んだって設定ね、これ盗んだバイクで走り出す、よく入れる城に忍び込めたなって思うよこのコスト泥、行くぞ、あ、またピンクじゃ、よっしゃ、ピンクでやったらなんかいいことがありそうな気がする、こいつすごい浮いとるな、このマリオカートってマリオってさメルヘンだけ歌が多いのにさ、その中にこういう明らかにメルセンとメルヘンとはほど遠いやつがおるけんな浮いとるよ本当に、しかもこいつでかいな、クッパと同等じゃない、でかいなこの結構でかそうなマリオのキャラクターの中で今何触れた、今アイテムあった、見てないからセーフにしときますずるいだろう、これも最終回だからの特権だよそういうことにしとこう、もしかしたらさ、あの外側のパックンフラワーに触れたかもしれない、いやパックンフラワーおったかなわからんけど、あっあぶない、わからんけどもういいやラジがあかんからな、今何にぶつかったか見てなかったからな、セーフってことにしとこう、うん、これも最終回の特権です最終回の大ボーな特権です、あーお前らお前らどんどんコインぶちまけていくんじゃないよ、危ないやろ、どけ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 、絡むんじゃなかったどけどけって言うて絡みに行くんじゃなかった、くそ、マリオお前俺に何の罪があるんや、クソ、よっしゃ、時間的にもこれが最後だ、さすがにヨッシーサーキットだけはクリアしたい、こそぞ頼むぞ、ハイラルでリンクのバイク盗んできたんやけんな、盗んでまだ走んよやけんな、頼むぞ今回は最後ぞ最後、またピンク、ピンク多いな、俺の心がピンクだってか、失礼な、けしからん、どけ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 、あ、リンクおる、あ、リンクおるしかもこのリンク乗っとるハイラルバイクじゃない俺が盗んだけ、新しい買っとるこいつ新しい買っとるでごく普通の完全にハイラルって入れるには打てなさそうな現実味のあるバイクよ、乗っとるこいつごめんな、俺がハイラルバイク盗んだげん新しいバイクを、危ない危ない、あリンクもああいう普通のバイク乗るんやなそうか、なんか後ろから来よる、やめてー、あー危ないやろアホ、殺す気か、この実況終わらせる気か、ほら視聴者さんの中にはさおったもん、マリオカート触ってはいけないマリオカート8続き早くお願いしますみたいなこと方おったもん、そう考えたら最終回っていうのがすごいにすごい申し訳ないけどね、ちょっと決めたことなんだ、ちょっとパート4以降が見たかったら、なんつうか高評価とか再生回数にもかかってくる再生回数が多かったらもう、うわあこいつバカバカやこいつ跳ね返って自分にぶつけてきておっぱたんこいつらデンジャラスや、今壁に2人ほど突っ込んでいったし、あショートカットか、壁に突っ込んでいったんじゃなくてショートカットしたんだ、デンジャラスやな、今回最終回ってことだけあってみんな目立ちたくてデンジャラスなことしよるんじゃないか、それ目立つ必要あるのか
さてとりあえず安定して走るよりよ、 なんか知らんけどデンジャラスなりになんか安定して走る。あ、ここがグリップ走行、ドリフトしよったら本当にやばい気がする。でこういって9位やけどまあいいや。まあコソトロってさ、人生の良い子ランキングでは最下位やけんな。それでも9位取れとってことだな。レースで9位取れとってことさ、ちょっと栄光ですよ。コソトロだったら一生手に入らない9位という順位。あ、あいつそうか、ショートカットしてるのか。俺はアイテムが取れないからね、ショートカットできないんだよ。ゲームキューブ時代の頃からショートカットあったもんな。あそこキノコがあればジャンプできるみたいな、あったな、懐かしい。ゲームキューブの頃からやいよけんなとか、やいよったら、あー、コイン負け散らしすぎ、コイン負け散らしすぎやで、お前ら。どんだけコソドロに盗ませようとしょんな。俺がコソドロだけにどんどんお金を盗みたいっていう方向に持っていくことしてるな、お前ら許さんぞ。危ない、最後の最後なんじゃ。続けてたまるが、危ない、負け散らしすぎや。本当に負け散らしすぎや、お前ら。拾って帰れ。ゴミは拾って帰れ。ちゃんと持って帰って処理しろ。ルールだぞ。ゴール。ああ、よかった。最後の最後で。こっちのめちゃくちゃ機嫌悪そうな顔しとったんやけど。しょんぼりしとったんやけど。ちょっと面白かったぞ今。おっ、エキサイトバイク、これ横結構ガラガラ開いとんじゃん。いける、いけるぞ。今季初っていうかこの実況初の2コースクリアが目の前に広がっておる。そんな気がするぞ。これこう横通ったら開いとる、めちゃくちゃ開いとる。いける、いけるぞ、これはいけるぞ。エキサイトサイク、エキサイトバイク様々じゃないか。エキサイト、目の前が見えんかったもん。これピョーンって飛んでるさ、目の前に落下地点あったもん。無理です。これは無理です。こんな、このゲームのコンピューターがいたずらしてるとしか考えられんぞ。そして、最終回になりました。今回の、やつも、ギブアップ。